はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、よく YouTube のパンの動画で質問があった生地を混ぜ合わせてからちょっと休ませて生地を伸ばしたり畳んだりしますとか、一次発酵の終わった生地を分割して丸めて5分休ませるとか15分休ませるとか、そのベンチタイムっていうのを取るんですけれども、そのことと一次発酵とか二次発酵のどう違うんですかっていうような質問が何回かあったので、今日はちょっとそのことにお答えしていきたいなと思っています。まずベンチタイムというのは生地を緩ませると言いますかね、例えばこねたり混ぜたりした生地っていうのはグルテンが作られて、それがどんどん強化されることによって弾力のあるような感じになってくるんですね。で、それを休ませてベンチタイムを取ることで生地が緩んできます。緩むとまた伸ばしたりしやすくなりますし、二次発酵が終わった後の丸めた生地をベンチタイム取るっていう時にはその生地が緩んで次の形を作ることがしやすくなるということなんですね。なのでそのためにベンチタイムっていうのを少し取ったりしています。で、大きさによって例えば5分取るとか15分取るとか、そのパンによって変わるんですけれども、その効果としては生地が柔らかくなって緩んで次の形を作るときにしやすくなるということですね。丸めたりしっかりこねたりした後の生地というのは締まった状態だとでもなかなか伸びないんですよね。伸ばそうとしても今度は跳ね返って戻ってきてしまう。例えば綿棒で伸ばそうとしてもまた伸ばしたところからクッと手前に縮んでしまう、そんな経験がある方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、そのために5分とか10分とか15分とかベンチタイムとして休ませて置いておくことで生地がだんだんこう緩んでいって柔らかくなっていって、次に伸ばす時にも自然にこうスムーズに伸びるようになったり、形を作り直す時にも生地が伸びやすいですので、何かを包む時も包みやすいし、例えばそれを棒状にする時にも伸びていきやすくなっていきます。そしてその発酵はですね、前のこのラジオでもお話ししましたけれども、イーストがこう生地の中に広がっていって炭酸ガスとそれからアルコールを発生させて生地を膨らませるっていうのが発酵ですので、やってることが違うんですよね。混ぜ込んだ後にすぐに発酵に移るっていうことになると、イーストがちゃんと活発できるような環境を作らなきゃいけないっていうことになりますし、ただ休ませるだけっていうことであれば室温において生地を休ませて緩ませるっていうことで、また次にもう少しこねたいとか混ぜたいとか引っ張りたいっていう時のための準備としてやっていただけると思います。二次発酵の前にベンチタイムを取ることが多いと思いますけれども、ベンチタイムによって生地が柔らかく緩んでその後の形を作る工程がしやすくなることですね。で、形がうまくきれいにいったものは次の二次発酵に進んでいくということになります。二次発酵では一度中のガスが抜かれた状態になっていますので、でそこからまた生地の中に発生されたガスが広がってそして膨らんでいくということになっていくわけです。なので、せっかくきれいに形ができたのにやり直したいと思って一回丸めたものをすぐに丸め直したりすると生地が締まっているのでなかなかうまく丸まらなかったり生地が割れたりですねしやすくなりますので、そういう時には少し時間を置いて生地が緩んでからまた丸め直すとか形を作り直すっていうことをしていただくと順調にねいくと思います。その時の室温にもよるので、夏場の暑い時期もそうですし、室温がとても暖かくて生地の中の温度もほんのり暖かい状態でずっと進んできた作業であれば、ベンチタイムがいらない場合もあります。その時の、環境に応じてといいますかね、どうしてもベンチタイムを取らなきゃいけないっていうわけではなくって、生地を緩ませるための作業だっていうことで頭に入れていただければ、今じゃあ生地はどうなっているんだっていうところからベンチタイムを取るとか取らないとかを判断していただけると思います。ですので、レシピにはベンチタイムを取ると書いてあっても今必要じゃない場合もありますので、その辺はですね生地の状態を見ながら作業を進めていただければいいと思います。
まあ、気軽にねその辺は、捉えていただければと思います。はい、お役に立ちましたでしょうか。今日はパンの発酵とベンチタイムの違いについてお話ししてみました。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。皆さんにとって楽しい一日であることをお祈りしています。さようなら。